高知市の高知理容美容専門学校には、今年美容科と理容科に合わせて72人が入学しました。近藤邦夫校長から、今自分自身の中にある新鮮な気持ちを大切にして、将来の目標に向け邁進してほしいと激励を受けた後、新入生の代表が決意を述べました。年度ある高知理容美容専門学校の生徒であることを自覚し、日々努力を怠らず、将来社会に貢献できるよう精進してまいります。生徒たちはカットの基本からハサミの使い方などを学ぶほか、第一線で活躍する講師から直接指導を受け、現場で生きる技の習得に励みます。おばあちゃんが美容室を開いてて、すごいもう小さい頃から見てきたんで、おばあちゃんみたいな、なんて、なんか人がいっぱい来て楽しそうな感じのお店、自分で開けたらいいなと思ってます。福祉利用の方に興味がありまして、施設訪問で高齢者の方とちょっと関わりを持ってお仕事ができたらいいなと思っております。頑張ってくださいね。